ちゃう。こんにちは。ゆだかさん、エキシビションマッチが始まりましたね、また。地味だな。よく頑張ってるよ。いや、そうですね、選手たちも。いや、まあ調整しないとな、いけないし。やっぱ放っちゃ全日本だもんな。まあ侍ジャパンになっちゃいますよね、やっぱり。でもそんな中でも、はい、なんか豊かさんがちょっと注目だったり、うん、目に留まった選手たちがいると。そうだね。もう阪神の佐藤。はいはいはい。半端ないよね、やっぱ。エキシビションマッチで。これね、はい、リラックスしてるから打てるのか。うん、本当にもう成長してきてるのかっていうと、はい、やっぱ成長してきてるな。あ、そっちですか。あ、うん、やっぱ半端ない、うん、まあ、決勝のホームランも打つしさ、はい、ホームランも量産してるし、うんうん、ただ3番を打たせたりとかしてるんだよね、はい、だからこれ阪神が打順変更があるのかなって。あ、後半戦でってことですか。後半戦で、まあ、サンズが打ってた、うん、マルテが打ってたじゃない、はい、でマルテの足を考えたら、まあ、例えば大山、サンズって続けば長打も打てるよね、はい、で3番バッターに確かに足の速いバッターが入った方が、近本、中野、まあ、糸原でもいいけど近本がいて、まあ、佐藤が3番に入ってくると、はい、まあ、それだけ帰ってくる確率が高くなるな、うんうんうん、まあ、そういうことを考えると、はい、まあ、佐藤の3番もありなのかなっていう。悩みの多い選手だよね。あ、いい意味でのってことですね。だから4番を出した方がいいのかなとかさ、うん、はい、3番かみたいな、はい、でも3番じゃちょっと三振が多すぎるなとか、うんうん、じゃあ5番かみたいな、6番かみたいな。おー、だから悩みが出てきてると思うよ、チームでもってことですよね、うん、でもやっぱ佐藤はね、魅力があるわ。あ、ありますか。特にじゃあ後半戦も、うん、まあ、ちょっとね前半戦の後ろぐらいでちょっと疲れもあるのかなとか、まあ、ちょっと調子がっていうのありましたけど、後半戦も関係なく、まあまあリフレッシュできたと思うしね、うん、はい、だから結構いけると思う。まだだから佐藤がしっかりしてると、はい、阪神もあんまり調子は悪くならないだろうなっていうふうに思うよね、はい、まあ、リフレッシュできてよかったと思う。そうですね、はい、巨人。おい、巨人、岡本の安定感は半端ない。そうですね、他はあんまり打ってないんだよ。はい、打ってないけど、うん、まあ、坂本が帰ってきたりだとかすると、はい、やっぱりチームが締まるだろうし、はい、岡本が安定して4番がしっかりしてる、軸がしっかりしてる、ちゃんとした、うん、調整も行ってるって言えばさ、はい、まあいいよね。ただね、心配なのはピッチャーだわ。あ、ピッチャーの失点が多すぎる。そうなんですね、うん、まあ、試しもしてるけど、はい、ちょっとここら辺がうまくいってないな。あ、出てきてないというか。ということは、例えば原監督的には後半戦やっぱり阪神だったりヤクルトとこう競っていくためには、うん、そのピッチャー陣の整備っていうことが、いやもう課題だよね。これどういうふうに整備していけばいいんですかね。もう入れるのか。いや、まあだからそこら辺をどうするかっていうのは、うん、まあ一本の動画にしたいと思うけどみたいな。おお、楽しみ。まあ例えばね、誰かを入れてくるってことも、まあ、確かにね、ありますしね、うん、はい、でそのヤクルト、はい、これ坂口がいいんだよ。あ、豊さんが以前の動画で、うん、もう一花と、もう一花って言ってた坂口が、はい、やっぱり使うと打つよ。あ、うん、だからここら辺で食い込んでくればいいんだけどさ、はい、食い込む場所がないんだよね。でサンタナオスナっていうのもさ、真面目に出て真面目にやってるよね、はい、だからそこら辺の真面目さが嫌だよヤクルト。あ、まあ、嫌だっていうのは頼もしいんだけど、はい、頼もしいんだけど上位2チームとすればすごく嫌だよね、うんうん、だからここら辺がしっかりしてるし、はい、まあ、ヤクルトもいい調整をしてるんじゃないかなっていうふうに思うよね。そうですね。で坂口が出てきて頑張ってるっていうのはすごく俺も嬉しいんだよ。そうですね、うん、でね、この後半戦に向けて何かあった時っていう時に坂口選手が出てきて、うん、まあ、そのまま調子維持チームとしてしていければいいですもんね、うん、はい、中日か、はい、ガーバーが打線に加われそうだよね、はい、あ、そうですか。だから打てないじゃない、はい、打てない打てないって言ったらガーバーがさ1試合2本ホームラン打ったりだとかさ、まあ、徐々に日本の野球に慣れてきてる、うん、ということは、まあ、得点源が低い中日にとってはすごいありがたいことだよね、はい、この期間あったってことかですよね。ああ、そうそう、ガーバーが日本の野球に慣れてきてピッチャーに慣れてきて、
まあ、あの結果を出し出したということでね、はい、だからこれは頼もしいよ、うん、だからすごくいいなっていうふうに思った、はい、うん、で広島、はい、長野がバカ当たり、うん、これはやっぱベテラン頑張るわ坂口選手もそうですけど、1試合2本ホームラン打ったりとかさ、はい、もういつ以来だよって思うんだけどいや頑張ってほしい選手の一人ですもんね。で中村翔成、まあ、キャッチャーがダビついてるじゃない、はい、で中村翔成 の、 そのバッティングだとか、はい、まあ、足も速いからね、あの子は、うん、で もともと肩いいし、だから外野に持っていきたいっていう、もう外野でしか使わないみたいな、はい、そういう体制でやってるよね、うん、レフトで、はい、まあ、その中で、まあ、活躍した試合もあるし、うん、そういう意味では中村翔成がレフトに収まると、はい、また新しい若手が出てきてね、はい、でピッチャーもある程度整備が進んでるよ、うん、後半戦面白い台風の目になるかも広島、うん、はい、で DeNA、はい、DeNA は伊藤幸也とか森とか、うん、森選手、うん、まあ、関根もいいんだよね、はい、で伊藤幸也っていうのはまあ1試合だけ、うん、まあ、活躍 したりだとか、森はなんか鳴かず飛ばずなんだけど、はい、でもまあ力を発揮してほしい、うん、ただ浜口が投げれるようになってるし、はい、そういう意味ではすごく、うん、まあ、楽しみではあるけど、エキシビションの試合を見る限りではまだちょっともたつきがあるね。あ、だからオースティンがいないと、そうですね、なんか本当に大黒柱が抜けてる感じがしていかん。やっぱりオースティンの存在って存在はすごいです、ね、まあ、アメリカチームにとっても存在でかいしさ、はい、一人バットがブリブリ振れてるからな、やっぱすごいですね、だって地元の球場っていうか、うん、そう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 ですもんね、うん、だからまあ帰ってきて、はい、まあ、そこら辺編成すれば、うん、まあ、戦えないチームではないからね、はい、まあ、状態はいいと、はい、でソフトバンク、はい、リーグでリチャード・マサゴ、はい、いいよ、おリチャードがいいよ、はい、これあのファーストサードやってんだけどさ、マッチが悪かったらリチャードでいくかもわかんないよね、あ、変わる可能性もで、マッチが良かったらファーストを守らすかもわからない、おお、あ、じゃあどっちにしてもそうね、来る選手で、マサゴがいいね、はい、まあ、マサゴは力はもともとあるんだけどさ、うん、まあ外野だったらどこでも守れるし、はい、まあまあ、で阪神からトレード行った中谷、はい、もうファーストやったりだとか、うん、あのレフトやったりだとかして、まあ、外野の守備は下手じゃないし、はい、反則球には強いからさ、うん、エキシビションながらヒーローになってたりとかもしたしね、はい、だからそういう意味では後半戦中谷が見れるかもわかんないね、おお楽しみ、うん、でも真砂選手とかね、柳田選手がこうやって今外してる時にこうやって実ね、どんどんアピールしていくっていうのは、なんの栗原もベンチを置くかもわかんない、後半バント要因でちょっと、いやいや、それはないにしても、ないにしても、マサゴの力をね、マサゴのパワーっていうのは魅力的だよ、やっぱ。もともとパワーある選手ですもんね。はい、はい、でロッテ、はい、まあ、藤原、はい、まあ、これはね、やっぱこうスパイスが効いてんね、うん、まあ、安田も最初あの良かったんだけど、はい、ちょっとあれちょっと落ちてるかな今、うん、まあ安定的には荻野がいいし、はい、うん、チームを引っ張るね、うん、でマーティンと、あそこは荻野のマーティンだからね、はい、でも一枚藤原が加われば、うん、もっと厚みができるということ、うんうん、あとはやっぱこう三馬とか、はい、そういうのが立ち直ってこないとね、ピッチャーね、そうですね、そう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 、はい、で西武、はい、山川がやっぱある程度こう掴んできてる可能性がある、うん、あ、よかった、あ、だから山川のホームランで雰囲気を変えたいだとか、はい、勝ちを呼び込んだりだとか、うん、だからそんな変わり映えはないんだけど西武は、いや、まあ、全体的な状態を上げるということだよね、その中でやっぱり山川が一番だと思うんだけど、うん、その山川の状態が良くなってきてるということ、ね、おお、これは嬉しいですね、あ、嬉しいですね、で日本ハムは中田が一生懸命復帰してる、はい、で、まあ、結果もぼちぼち出始めてる、うん、だから、まあ、中田やっぱり4番誰打つんだって、うん、ね、やっぱりしっかり中田が4番を務めて自己、あの、その中田を周りが固めるという打順が組めればね、うん、はい、まだまだ戦えるし、うん、で浅間っていうのがいいね、お、今年、まあ、もともといいんだけど、はい、まあ、なんか急成長してるような、うん、そんな感じがするし、はい、で万波っていうのもいいしね、うんうん、だからこれからやっぱりこう戦っていかないとね、そうですよね、はい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 、でオリックス、はい、で紅林、うん、紅林選手、うん、紅林がホームラン打ったりとかもさ、はい、してるし、未来のオリックスを背負っていく選手、うん、
うん、今は吉田正尚、うん、ね、ちょっとしたら紅林っていう、うん、なんかこう選手層の断層ができてきてるというか、お、いいですね、いいことなんだよ、うん、だからこれがダメだったらこれいくっていうような、はい、感じで紅林が素晴らしくいいね、お、うん、だから楽しみだよ、はい、はい、そして楽天です、楽天島内、はい、島内選手、やっぱこうオールスターで MVP 取って、はい、なんか一回り大きくなったかなっていうような感じの働きをしてるよね、うん、他の人っていうのはあんまり変わり映えしないんだけど、うん、島内だけなんか一つまた上のランクに行ったかなっていうような、うん、まあ、そんな感じがこう見受けられるよ、はい、うんうん、だから楽しみだよ、ね、まあオリンピックのね、はい、陰でエキシビションでちょっと陰に隠れてるけど、はい、うん、まあ、みんな頑張ってるから、そうですね、で後半スタートしたら、はい、みんないい状態で、うん、おそらく見せてくれると思う、だ後半戦のスタートも楽しみ、そうだね、ことですもんね、うん、はい、はい、